愛とはねまずまあ六本木とかでお互いまあそんなに知らない時で愛もクラブでまだ全然歌ってる時とかはしょっちゅうお互い見てたりしてエイジアかどっかで初めて会ったのかなそこでああみたいな感じで出会ったかもしれないどんなアーティストですかルナさんにとって 愛はもう本当に一言言ったらもうハッピー人間だね <laughs>。本当に。あのなんかレナが、えー、と2年前ぐらいに本当自律神経をあの言っちゃった時に、まあ、まず最初に電らしたのは愛だったからね。うん。ハッピー、ハッピーオーラが欲しいと思って <laughs>。お話しをすると幸せになれる幸せがもらえる。そうだね。菩薩みたいな感じ。<laughs> いやでもなんかうん。安心ができる。 mm-hmm